レイボール、どうもタミヤンです。スーパーファミスタレトロ2020日ハム対、今日は広島戦、大瀬良投手。さあ、いつもの打順でいきたいと思います。なんか土のグラウンドだね。どうだこの球場、甲子園的なやつか。2番中田、踏み込んでフルスイング2発、合っていない、合いました。これが中田だ。2番バッター、え、おー、なんか失速したけど、あ、たこ焼き大阪って言ってるからこれ甲子園ですね。やりました中田。そして太田、150キロ、フルスイング、三球三振、簡単にホームランは打てない。4番近藤、バット短く持つか。当たりはいいけど正面、中田がやってくれました。オープニング1番西川さん、さあ今日は金子、速球使わずに行こうかな今日。怖いけど菊池さんがバット振ってるな。どこ投げてる、走ってくるな。セーフか。松山さん、緩いボールでいってみようかな。よし、さあ4番、うわ鈴木、3割3分6厘、ホームランに空いてます、一塁空いてます、ごめんなさいね、一塁空いてるから。5番バッター勝負にしよう。さあ5番誰だ、メヒア、おー、フォーク、振らない、フォーク、フォーク、振らない、アウトコースストレート、よし、危ない危ない、ピンチをしのぎました。さあ大瀬良さん捉えたいね。フォーク落ちなかったけど、当たりは悪くなし。6番西川絶好調、あー浮かしちゃった。おお、エラーきた。西川ラッキーきました。これワンスクイズとか、スクイズというか二塁だけど送りバント、あーワンバットに当てられない、くー三振。8番清水にかけるしかない。頼む、ワンヒットで返してくれ。惜しい、やられた。うーん、我慢できず。相沢さん、緩いボールでいくよ今日はね。いつも全力投球してるけどホームランが怖いんです。オラオライ、ツーアウト。あ、バット振ってる、怖いよ。よし、あ、足速い、8番なのに走ってくるな。これほらほらい、セカンド渡辺、エラーするなよ。
いやー1点差しびれる展開。金子さあこれ中田の前にランナーをね置きたいけど浮かしちゃうね。ちょっとランナーなしで中田バットを長く持ちました。中田なんだそのピッチャーフライうーん1点では怖いですよ。菊池か怖いな。バット振ってるしな。オラオライで3番4番が怖いね広島。よし4番の前打ち取った。どんどん行こう。サポーターホームランやっていいんじゃないホームターは。届かない届かない。ナイスバッティング。左中間真っ二つ。近藤そんなには足速くないが長打コース三塁を回る。送球が悪い。ランニングホームラン。甲子園にはこれがあるのか。4番がやってくれました。いやホームラン2発で先ほどヒットの西川いややってくれましたね。4番の近藤あ鈴木さん先ほどうう怖い先ほどは敬遠したけど勝負いきますよ。よしメヒアよーし金子いいよいいペースですよ。オラオライエラーするかい。それはどうしようもない。オラオラオライナイスキャッチ。さあ3点目狙いに行くぞ。下位打線大瀬良さんを疲れさせ5回まで。あー惜しいな。早くピッチャー次のピッチャーにねしてしまいたいよね。ノックアウトしたいよね。惜しい当たりは悪くない。あ三者凡退で1番バッターからでいいかこれ。6回勝負だね。バット長く持ってピッチャーでもホームラン打てる。あ3球これでいいわ。3球三振で次の回勝負だ。オセロさんに抑えられてるっていう。危ないファール大ファール調子いいんだこの人。ほらいオセロさんあピッチャー変えてきた。マジか阿部いいね。外野フライパワーでパワーが足りない。ゆっくりのボールで速球投げてないからね今日は。いいね外野フライの山。ホームランにならないのがいいよね。これ7回以降ちょっと怖いけどね外野フライ。さあ1番バッターからだけどジョンソン。あ全部浮かしちゃうね今日。あなんかどうしたレフトどうした。たまにこういうのがある。中島は足が速いから余裕でランニングホームラン。どうしたレフト。たまにあるねこういうの2020令和に起こりますね。詰まった。おー抜けたー。これもランニングホームランコースだ。中田
中田の足なら余裕です。いや甲子園は怖いねこれ足のチームに有利ですね。なんとソロホームラン4発で4対0。たまにはこういう試合もしたい、していいよね、こっちもね。おお、近藤そんなに足速くないね。打率は1番だけどね。おいおい、デッドボール、背中通ってるよ。あー、ボール球来そうだな。来なかった。内野安打か。よし、押せ押せモードだ、ムードだ。来たー、大きい大きい大きい、回る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 、素晴らしい、スリーベース、押せ押せになってきました。さすが西川、あわやホームラン。ジョンソンさん打ちやすいことはないさあ5対0、7回までの準備はできたぞ。センターオーライ、守備がいいからね西川。そして乗ってるからね、さっきヒット打ってるから。これはやばい、ナイスキャッチ、突っ込んだ太田。あ、こりゃダメだ、こりゃダメだ。いや甲子園だからホームランにならなかったね。あ、疲れたな、金子疲れました。あ、ダメだ、ピッチャー交代か。いや、ここは点差があるから行くか。いや怖いな、ピッチャー交代しようかな。フォーク、くわー、一塁空いてるからフォーク、あー勝負、見逃しの三振、やりました。あ、ジョンソン疲れてる。あと3人かピッチャー。あ、まだ3人もいるんだね。ラッキーセブン、フォークから入るか。野村さん、フォーク2発の人か。いたたたた、ピッチャー交代で金子のとこ交代。ね、どうしよっかな。石行くか、石ゴーゴー石井。ボール球多そうだな、なんか野村さん。きたー、ゲッツーコースか、やばい。おお、石井でも盗塁したら刺されたからね。エンドラン、また刺されたエンドラン失敗。なんてこった。明らかなボール。おい、やられた。次中田からか。くそー、ラッキーセブンに打てないね。そして恐怖の789が始まるぞ。噂は頼む。速球は投げない。よし、長野さん危ない。これ誰でもホームランモードに入っているのか、これはい、ホームランボールかストライクかのギリギリのところ。よし、詰まらした。あ、思いっきりグイーンっていうのいかないとアウトにならないんだよね、あれ。足速いな。
よし、ピッチャーで助かった。あと8回9回か、地獄だね。何度となくやられてるからね。中田残念。あ、太田さんヒットなし。ホームラン狙います。いたー。シュートが多いな。あー、これゲッツコース。あらんま、早い。3人で終わっちまった。さあ、地獄の8回が始まる。打たして、おっ、ラッキー。1番バッターから早いボール投げるな。うーそー、それは反応できない。シングルヒットでよかった。問題4番だよね。おらおらおら。さあ、4番敬遠でいいんじゃないのこれ。あ、疲れてきた。4番敬遠敬遠。あ、ちょうど走ってくれた。あ、投げればよかったな。何してるキャッチャー。噂はもうすぐ疲れたな今回。鈴木さんすまない。さあ、これホームランとか浴びたらえらいことですよ。宮西、怖いな。ゲッツー取りたいな。フォークだ。なあ、ストレート。いやー、なんで外野取れなかったか今。頑張れ宮西。よっしゃー、1点に抑えた。くー、怖い。何点やっても怖いね。5対1。広島に初戦で勝てるか。ボール球か。石川打ち損じた。お、インフィールドじゃないこれ。あ、アウトか。あ、野村さん疲れた。でもまだあと2人いるんでしょ。一応か。さあ、最終回だ。初戦で勝てるって珍しいからね。最近宮西行けるとこまで行け。あ、これ三振チャンス。よし、一球なら空振りしてくれる。センターバック、センターバック。おーし。あ、ピッチャー交代。まあそうなるよね。小久保さん、ほら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 、ピッチャーフライ。やりました、まさかの初戦勝利。7安打ずつの戦い。いや、確実にソロホームランで広い球場を使ってランニングホームランしましたね。勝因は総力でしょうか。やりました、よくやってくれたね。金子が MVP ですかね。6回4安打、無失点、素晴らしい投球でした。サードよかったら皆さん使ってみてください。次回の対戦相手を見てお別れしたいと思います。パッパレー、パリーグ対決。マリーンズ
次回もお楽しみに。さよなら。